つぶめの夏は、京極夏彦の長編推理小説。百鬼夜行シリーズの第一弾。京極夏彦が本作を講談社に持ち込みをしたことで、メフィスト小創説のきっかけとなったデビュー作品。2005年に、実相寺秋夫によって映画化された。梅雨も明けようという夏のある日、関口達美は、古くからの友人である、中禅寺秋彦の家を訪ねるべくめまい坂を、登っていた。 関口は最近耳にした駆動事件にまつわる奇怪な噂について、京国道ならばあるいは真相を解き明かすことができるのではないかと考えていた。関口は20ヶ月もの間、子供を身ごもっていることができると思うかと切り出す。京国道は驚く様子もなく、この世には不思議なことなど何もないのだよと返す。久恩寺京子の夫で、 関口らの知り合いであるマキロウの失踪、連続して発生した英字死亡、代々伝わる月物筋の呪いなど、駆動事件にまつわる数々の事件について、人の記憶を見ることができる超能力探偵、江ノ木ズレイジロや京国堂の妹である、編集記者、中禅寺厚子、東京警視庁の刑事、木場周太郎らを巻き込みながら、事態は展開していく。さらにこの事件は、 関口自身の過去とも深く関係していた。マキロ老の行方、妊婦の謎、駆動事件の闇、すべてのつき物を落とすため、拝みや凶国道が立つ。四国から移ってきた一族、女系家族である。大名家お抱えの医師の家系である一方、六部殺しや、おしょぼ好きの噂も付きまとっていた。日本ヘラルド映画配給により2005年7月16日に公開。 監督は、実装時秋を、興行収入5.5億円。原作者の京極夏彦は、俳優として出演しているほか、追加のセリフを執筆するなど制作にも参加している。京極は、正位軍人としての水木茂役での出演であったが、監督の実装時は本作品のロケ中に、偶然、水木本人と出会っており、実装時は京極が取り持った。 不思議な縁であったと述べている。DVDCD 書籍、清水秋により、漫画化され、前作、胸骨の夢に引き続き、コミック界で連載された。角川書店、いコミックより発売。2013年7月24日、発行 ISBN978 から4から04から12766から62014年1月24日、 発行 ISBN978 から4から04から12万975からに2 0 1 4年10月24日発行 ISBN978 から4から04から10万2240から後2 0 1 5年1月24日発行 ISBN978 から4から04から10万2241からに、ありがとうございます